こんばんは、翔太です。今日もグラックルやっていきたいと思います。ほら、ソイ、翔太。はい、というところでちょっとスペイン語やってみましたはい、ということでやっていきます。パーティーは前回と同じですね。リリア、ゴーセル、エスカノールでやってます。で、サブでベリオロじゃない、まあパーティーはこんな感じです。うわ、メリオラス、エリザベス、リリア。ちょっとなー、まだエリザベスに勝ったことないんですよね。どう攻めればいいんだ。まだね、攻め方がよくわからない。ルエルソン、まあエスカノールでこう何ですかね、クルースも多分いいんでしょうね。ただ回復のリリアがいるので、まあリリアから先に倒してます。まだ大丈夫で、必殺ゲージ削り、今ここに降臨し、リリア攻めるけど削れない、もう復活するっていう。リンベルスのこの特殊戦技が厄介だ。全然倒せないわ。メリオダスも厄介だから、迷う、誰に打ち込めばいいんだ。まあメリオダスに打ち込みますか。多分これでも削りきれないんで。パーフェクト9個。いやー、ここにリリアに打った方がいいか。リアもだとこれ削りきれないんですよね。いや、どっちか集中攻撃した方が良かったな。これちょっとミスってるな。これミスってるわ。あー、回復した。あー、やっぱりどっちか行っときゃよかった。どっちか集中攻撃だったな。うわ、やられた。これ完全に見せましたね。完璧やってますね。完璧にやってんな。今ここに降臨せよ。まあ一応必殺ゲージは削りますが、まあそれにしてもって感じですね。ゴーセル次やられるでしょう。多分ティアーじゃないんですよ。今度こそ蹴りをつける。うわ、ギリギリ残った。諦めるのはまだ早いです。ギリギリ残った。でもどうせ食らわないんだもんな。わざわよ、メリオダスの必
作って、これでどうだ。うーわ、あーやっぱさっきかミスってんな。これはダメですね。ここからだ。うら、まあ、一応削っといて、うん、でも辛い。諦めるのはまだ早いです。諦めるのはまだ早いです。決めた。まあ諦めてないよ。まあもうリンディアしかいないけど。今ここに降臨せよ。なんと必殺削る。うわ、なんとか削る。今ここに降臨せよ。はい、今度こそ蹴りをつける。うん、おお、ギリギリ耐えました。あ、おお、ミリ残りで次で終わりだ。まあでも、ここに降臨せよ。まあエリザベスは倒しておくと。いけるな、多分いけるわ。次はミスんなきゃ、ミスんなきゃ、勝てたかな。負けました。いやー、ミスんなきゃな、いい試合できたような気がするな。はい、まあ気を取り直してもう一回やります。まあでもね、このパーティーはあのフェスメリに強いんで、強いっていうか、うん、勝てるパーティーなんで、多分ね、この今の環境にはいいと思ってるんですよね、個人的には。負けちゃったけどさ、お来ましたね、フェスメリ。これはね、ちょっときついけど、勝てなくはない。勝てなく、どちら、勝つ可能性はある。今度こそ蹴りをつける。メリを出すだけ。なんでやって。まあ、とりあえず必殺技で削る。まあ、キングですね。キング狙いの。今ここに降臨し。必殺技も使います。まあ、ただ。フェスメリの手札がスキルアップしていくんで、バカきつい。うわ、これでレベル3です。今度こそ蹴りをつける。もうよく耐えた、えらい。今度こそ蹴りをつける。ダメだった。ダメでした。まあただうわ、札が死んでる。
まあただしょうがないね、こうなっちゃったら。もうゴーセルで攻撃していくしかねえやんって。まあもうこれでどうだ、必殺受けます。まあでも必殺一発受けたぐらいじゃ、うん、全滅しないんで耐えるでしょうか。これでどうだ、ふいふいふい、耐えてる、耐えてくれる、うん、よかった。思ったより、はい、まあ、思ったよりこちらイゼーション。おー、ナイスナイス、よかった。ここでね、リリア撤回されてたら終わってたんですけど、うん、相手に救われましたね、これは。回復して、おい、前回。怖いのか？うん、まあまあまあ。これでどうだ？まあまあまあ。で、ヒーリングの回復来るかな。シャスティボル第8形態ハレンガーデン、ベリオロスだっけ。え、それモンハンか。なんかいろんな、ねえねえ、いろんなゲームが混ざっちゃって、キャラの名前がね、お前に耐えられるか。ベリこれでどうだ。ベリオロスってモンハンだよな。あ、ベルリオンだ、思い出した、ベルリオン、そう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 、ベルリオン、はい、ポチライゼーション、うちのベルリオンが優秀な、はい、ポチライゼーション、うわ、それはえぐい、それダメじゃね、そういうことしちゃいかんよ、二人いっぺんに石化はいかんよ。いかんよそれ、マジで。まだ石化ある、石化食らうともうちょっと積むんだけど、リギアに石化しないで。オッケー、それはいい、まあ、その攻撃はいい、 OK OK、 いいっすね。滅亡の歌を歌いましょう。必殺も削れるし、よし、両サイド削れた、ナイス、災いよ、やー、ナイスプレイ。怖いのか。これも勝ちですね。もうこれ勝ち確です。もうどうしようもないでしょう。クルエルソン、うん、くらえ、エスカノール、エスカノールの必殺がもし溜まったとしても、こっちはもう必殺ゲージを削りたい放題なんで、もう負けないですね。バイバーイ。早く見たいにしてくれたんで、まあ、一勝一敗というところですね。うん、やっぱりフェスメリーは、うん、なんかこういう感じですね。っていうところでもう一戦やっていきます。で、HP の下で見て、まあ次はどうかな、何来るかな。
フェスメリかな。もうフェスメリばっかりなんだよな。うーわ、フェスメリにベリエリ入れてリリアも入ってる。それはちょっとまずい。まあ、とりあえずリリアから先にもう倒す。とりあえずリリアから。ここで相手はエスカノール狙ってきてくれたら美味しいですね。今度こそ蹴りをつける。よし、ナイスナイス、エスカノール狙いだ。ちなみにこれエスカノール狙いにしちゃうと結局リリアとかゴーセル残るんで、相手からすると後々俺でどうだ、きつくなるはずなんです。今ここに降臨せよ。粘られるんで、まあつってもデリエリいるからワンパンで持ってかれる可能性もあるんですよ。その可能性の方がでかい。まあ二人とも必殺溜まって、でまあ必殺ゲージ削りに行くけどデリエリには効かないから、もうデリエリの一発は受けるしかないですね。よし、これでリリアは削れた。まあでもデリエリの一発くらい。今ここに、フェスメリーはもう削って。うわ、エスカノールかよ。ちょっとゴリゴリですね。高火力パーティーですね、これきついね。単純にきついけど、ただゴーセルが生きてくる。あ、そっち？何だ？そっちか。回復くらいちょっと。あれ、エスカノール残ったのはちょっと嬉しい。で、もうフェスメリーグ削ります。まあこれで決めます。2つでフェスメリが倒れると。怖いのか？エスカノール1つ溜まるけどやられちゃうな。まあこっからっすね。やられて、で厄介なのがデリエリのバフがもうすごいことなってるんで、これをどうするかなんですね。で、やりようとしてはやっぱこの攻撃スキル封じで、まあなんとか粘る。きつい。OK。相手スキルが1だったんで、まあこっちの攻撃が通るんで、まあ、とりあえず削ります。ああ、ここ間違えたな。これでどうだ？ここは、ゴーセルじゃなかったな。まあいいか。ベルギー。お前に耐えられるか？うわ、結構、予想以上にいった。で、必殺2人溜まったらどっちか耐えるはず。どっちか耐えてもらい。はい、ナイスナイス。ゴーセルナイス。ああ、いいよ。ゴーセルナイス。よく耐えてくれた。
マジでよく耐えてくれた。ただやばい、もうこれはもう削りにっていうか、もうこれしかない。あともうちょい、これいけるな。で次耐えれば、これ耐えれば、これ耐えて耐える。で多分次も耐えれるはず。いやーでもどうだろう、お前に耐えられるか。相手の札が気になる。オッケーオッケー、いけたナイスナイス、よしで、あーっと、あ、いけるいける。オッケー、ナイスー。俺っちは勝者の味方。ナイスナイス。これ必殺っすね。もう必殺打ち込んで、GG。必殺打ち込んで GG。よし。少しは楽しませてもらった。いいですね、素晴らしい。うん、まあフェスメリーが3連チャンで、最初のまあエリザベス入ってたんで負けちゃいましたけど、まあ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 良きでしょうまあ2勝できたんで、勝ち越せたんで、まあ良かったと思います。はい。でまあフェスメリーだけだったら、あのこのパーティーで行けるんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい。まあ、今日はこんなとこっすね。はい。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。グラシアス。